え、ちなみに本当に何があったかというとその日グラセフやってで朝までかなえさんとかとロールやってでかなえさんとじゃあ落ちますか今日はお疲れ様ですすいしわったあ寝ようかなベッドゴロンふうどん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 んん アルケン、ビデオツアーつけてえ、ビデオツアーですかはいポチッて目の前に加藤さんいて「こんにちははじめまして加藤純一です」「アルケン君さ今日来てくれない?」って言われてえでも俺はその瞬間に思った俺の中の俺が言ってた「行かなきゃ!」ってそれでよし行こうってなってで行って で,でも全然最初はまあやべえな寝ずに行けるかなとか思ったんだけどなんか別会場に着いたらめっちゃおもろくてまあでもよかった今日ちゃんともなんかいろいろスタヌキッチンだのなんかいろんなところで何回か会ってたから代打ってなったらね行くっきゃねってなってそうめっちゃおもろかったよでもなんか本当に代打でだけどなんか あの場に入れてす、なんか、形はどうであれ、出れて、マジで嬉しかった。てか、不思議だったんだよな。なんか、もっと前から出るってなってたら、超緊張するんだろうけど、なんか、俺の場合、1日目、寝ずに行ったから、ハイな状態で行ったからさ、ビビらずにコメントもできて、逆に良かったんだよね。いや、まあ、ふわふわするでしょ。俺だって、11時半に来てって言われて。 あそこの会場が1時間以上ぐらいするのね。で、12時半ぐらいで、で、あ、こんにちは、はじめまして、あ、どうもどうも、あ、どうもあリケンです、あ、お久しぶりです、はじめましたって、いろいろやってたら、1時になって、で、うん、アリケンさん、会場こちらですって、会場行って、うわ、すげえ、広いっつって、もうお客さんが入ってるの、1時間前だから。で、じゃあ、化粧室来てくださいって言って、なんか霧吹きみたいので、顔ちょっとだけ濡らされて。 ジャスパーさんチームに「すいません、代打です、お願いします」ってなってそしたらもう10分後ぐらいに「はい、それでは演者の皆様入場でーす」って言われてもうまだふわふわして「俺何やるんだろう今から」っ俺って <laughs> 俺俺で今日何やるんだろうっ <laughs> てであそこの会場のところで「はいじゃあジャスパーチームさん一番先頭に並んでください」つってずわずわずわって言って なんか入った後のポーズがあるって言われてじゃあこういうあの関さんの感謝ポーズをしましょうみたいのででバーって出たらもう目の前に2万人いてすげえ人おーと思いながら入場してそのままもういきなり俺出てきてもあれだからもう京ちゃんの京ちゃんジェネリック京一郎とその偽物として今日は頑張ろうっていう気持ちでいってタフだね。 いやここだろ命削ってでも命削ってでも行くところだっただろうハイパーゲーム大会配信者ならいやでも超嬉しかったなんかその代打だだでもなんか俺を呼ぼうってうなもうすげえ嬉しかったな本当にいやでもあそこにいた配信者の人達がやっぱ全員本気だったのあのストシックスあったじゃん マジで出ようか迷ったんだけど違うなっていやまあさすがに違うって思っちゃったうんいやでもおもろかったねサッカーも車もめっちゃおもろかったわいやサッカーは俺マジでもうなんかディフェンス超楽しいと思いながらやってたからもうひたすらディフェンスに徹底しようと思ってサッカーおもろかったよなやりたいわまたガチでおもろかった ゴールの前いややっぱさその体型一致ボーナスってのがあってさ太ってるやつが太ってるやつがやりそうなことをやると上手くなるっていうものがありましていやでもハイゲもすごかったんだけどスト6がやべえスト6がマジで最後のゲームタイトルでよかったってめっちゃ思った俺はあれ以上の物語りの盛り上がりを見たことないね いやゆ,ゆうたさんマジでうまかったてかラムちゃんもやばいあのねラムちゃんに関しては俺そのラムちゃんがスト6を始めたタイミング知ってるんだよ去年の夏あたりに名古屋でサ,イグササイみたいのがあってあのその時に始めてたんだけど初めてそっから考えたらマジで超上手くなってて俺正直イフナイフナに俺めっちゃ教えてんだけど ルークとか正直めっちゃ自信あったの教え子として負けるとはねでも俺一番ベストバウトその個人的に一番かっこいいと思ったのは布団ちゃんの竜から最後のあれはちょっとね嫉妬してしまったあれをあの場でできるすげえなって うん、ジャスパーインパクトリーサル SA3 できんってあと個人的にもう一人やばいと思ったのがスモモンあのリーサル判断やばい時あったんだよねそう OD 人来2本履いて SA3 までつなげるやつあれもねマジかって思ったね俺さあっさりしょこさんさ あのースト6やってるの知らなかったんだけどさクソコンボうまかったわいやもうでもほんとにもうあれのせいでもう俺のもうスト6の欲求がもうガマンジュールたで見てたからね俺おいちゃんサポートほんまになんかおへちゃんおいちゃん,ちゃん,ちゃんえでもおいちゃんめっちゃいい人だったよめっちゃ好きになった初めてからんだけど 超優しいおいちゃんいやでも本当になんか PUBG の時とかもなんかおいちゃんめっちゃ可愛かったぞ本当に3人ぐらいについていったと思ったら1人置いてかれて徒歩で合流とかいう笑ったねマリオメーカーもなんか全員初心者なんですって感じだったからなジャスパチーム笑ったあとね <laughs> フォイさんがもうなんか本当フォイさんもうめっちゃ好きになった優しすぎるあの人俺が女だったら好きになってるなてもう思っちゃうなんかすげえそうフォイさんも初めましてだった俺いやあったかかったよマジでフォイさんいてくれたからマジで馴染みやすかったわ入ってもちょっとだけ不安だったけどだってやっぱ加藤さんに 初めてリアルであったけどやっぱオーラがすごいなんだろうエネルギー,エネルギースポット行ったみたいな気持ちになったなんかそうパワースポットなんだエネルギースポットマジでパワースポットだったわそうなんだよハイゲではスト6戦えなかったけど来週は0時があるからねこの1週間さすがにさすがに仕上げないとなそうタイジさんを倒さなきゃいけない でも国技大事戦もすごかったけどな国ーがだいぶ仕上がってたなでもやっぱ大事さんのぶれない動きが勝利をつかんだねあれはねえ大さんマジでやばいだって車のやつも1位取ってマリメでも1位取ってやばいよね京ちゃんが言ってたよ大事さんは SSSSSSR カードだな